夜のアップにどれだけの人が見てくれるかわからないんですが、ちょっとどうしても抑えきれない気持ちがありまして、それと、これどういうことですかまとめてくださいとのコメントもつきましたので、やらせていただきます。それが何の話かと言いますと、やばいやばい。マジでやばいということで、私的。 今現在は今日なんですが、アップするときは多分明日になってるんで、昨日の一番のビッグニュースということになるかな。どう考えてもこれなんですよね。ちょっと興奮で震えております。まずはシュート現ライト級チャンピオンの西川大和選手、道強から鬼強へ。青木慎也選手に対戦要求をしていて、そのために、 本来のライト級であるところから階級を一つ上げまして、ウェルター級で、グラップリングの鬼、山田総太郎選手と戦い、手品を使ったかのように前半の不利をいつの間にか後半になるにつれ覆していきまして、あれよあれよという間に勝利。これは本当に狐につままれたような、魔法使い、ヤマトと、ついキャッチコピーをつけたくなるような。しかしその後、青木真也選手は秋山義弘選手に負けてしまいましたので、西川ヤマト選手は、 青木選手には興味がなくなくりりまましししたと言ったとっのツイートもてておりましてで、その西川大和選手が、昨日ですね、だから、シュートの北海道大会に出場しました。対戦相手は韓国ロード FC で、現在2連勝中のチェ・ジウン選手、21歳。そして階級は、今回もウェルター。試合は西川選手、1ラウンドをタックル。チェ選手、それに対抗して縦肘。西川選手、サイドからマウントを取り、そしてパウンド。肘で。 レフェリーがここで割って入り5分きっかりで勝利でまずはリングマイクで皆さんどうでしたかこれが本物の格闘家なんだよ日本のチャンピオン舐めてるんじゃねえよ俺を倒したかったらな韓国のチャンピオンでも連れてこいよいいか俺はこうやって何もないところから這い上がってきて実力だけで本当に這い上がってきましたでもここまでたくさんの方に 何不自由なく育てていただいたことに心より感謝申し上げます。皆さんありがとうございますと、はい、おたけびと感謝が入り乱れた言葉で語った後、この後ですよ、続けて。こんなところで名前を出すのもなんですけど、次、ライジンでストラッサー・キー選手、僕とやりましょう。やってください、僕と。僕はまだまだ強くないです。僕はお金だったり、知名度のために格闘技をやってんじゃないんですよ。 この世界でで番強いい男になりたくててやっているんですよ。だから何でもやります。本当皆さんよろしくお願いします。となんとストラッサー・キース選手に対戦要求これはライジンでってことでしょうねそして階級はまあきっとなのでウェルター級のままでということになりますねもちろん勝ったら意味のある相手としてストラッサー・キーチ選手を選んだということで。 当然、その真意は、ストラサキー選手が元 UFC ファイター、元ベラトールファイターだというところにもあるんじゃないでしょうか。 私は西川大和選手もね、好きで以前から取り上げさせてもらってますが、まあ、とにかくね、皆さんもご存知だと思いますが、ストラッサー・キー選手ファンですので、はい。でもこれで試合が組まれたらね、もちろんそこがスタートなんですけど、なかなかストラッサー・キー選手、試合が組まれなかった時期もありますので、試合が見られるだけでも嬉しいですし、西川大和選手にも感謝ですよね。しかもストラッサー・キー選手、最近、ブチギレキャラも定着してきまして、学校の厳しい教育指導の先生といった立場もありますよね。 でいろんな自分への次の試合へのベッドの仕方ってあると思うんですよ。相手を煽ったり、挑発したり、自分を鼓舞したり。そこへきて最近のストラッサー・キー選手も教育指導的立場からですね。 若者に、まあ、喝を入れたりしておりまして、ブチギレストラッサー先生ですよね。注目度がここのところ、どんどん上がってきておりまして。で、注目度が上がれば、当然、アンチも増えますし、なので、これも思いっきり自分にベッドをしていることですよね。私としては、それも含め、人気がぐんぐん出てきて、嬉しい限りですが、まあ、本当に新しい期待値の高め方だなと思って、ここのところ、見させてもらってまして、教育、指導的観点から盛り上げていくっていうね。 はいで、一方、西川大和選手は、最終的にはですので、海外を目指しているということで、このウェルター級のままってことですよね。ですと、ここまで前所、しかも、ここのところね、チェチェンの独裁者、カディロフのプロパガンダにも使われているのか。 プライベートでも関係が深いようなので、喜んで自分から率先して接待スパーをやっているのかは分かりませんが、スパーで一方的に負けるっていうね、動画も出ておりまして、はい、UFC の魔王ですね、カムザット・チマエフ選手もいますし、UFC、パウンド・フォー・パウンド1位のカマル・ウスマン選手もいますので、どう目標を今後立てていくのか、そこもね、ちょっと気になるポイントではありますね。 で、今、この時点でのストラッサー・キー選手からのアンサーはありませんが、ここまでのストラッサー・キー選手、ストラッサー・キー選手ウォッチャーとしましては、ストラッサー・キー選手は相手からアクションがあった際には、必ず何か返す律儀な性格でもありますので、何かしらの返答はあると思います。 はい本当に盛り上がってまいりましたね。この後どうなっていくのかめちゃめちゃ楽しみです。それと以前、西川大本選手についてまとめた動画もありますので URL、概要欄に貼らせていただきますのでこれを機にぜひチェックしてみてください。そして私、明日朝早くてきっと配信できないので1つ2つ追加でやらせてもらいます。まず8名のトトーナメントで勝ち抜いた 優勝した者が UFC と契約できるというロードトゥ UFC。もう6月9日なので、すぐなんですが、ジャン・サイトさんのツイートがわかりやすいので読ませてもらいます。いつもありがとうございます。来週、ロードトゥ UFC で2名の欠場者、ビザの関係で日本人しか代わりは聞かないそうですが、ただでさえスクランブルな上にパスポートやワクチン証明、階級の違いもあって、借りない手が飛んだり、現時点でもドタバタしているそうです。てんてんてんと。 で、これはこのままの意味なのですが、外国の選手が2名急遽欠場となったようで、しかも補充要員としては日本人しか、まあいろいろ鑑みると無理っぽいということで、で、その欠場した1名は中国のパラジンという選手だそうで、そこに代わりに入ったのがですね、日本人、先日、ライジンランドマークで、原口明選手に判定勝ちしたゴールデンアロー、関哲也選手のようで、 すでにトーナメントに名前が記載されております。ただしなんですが、ただし、これ、関哲也選手、普段はフェザー級でやっておりますが、ライト級のトーナメントになってるんですよね。はい。なので、急遽なので、このような形になったのかなと、あとの1面はまだ不明です。でも、チャンスに備えたものだけがチャンスを得ると、私も普段考えているので、海外目指す選手は、とりあえず、パスポートとワクチン、これのね、接種は必須となってきそうですね。 そして、平本蓮選手、先日のバズーカで全裸トレーニングを完光し、相手の股間、ふぐりをおでこに押し当てられるというね、ご褒美をいただいておりまして、まあ、こうやってね、やったことがいずれ財産になって帰ってくると私は考えているんですが、で、これが早くもですね、平本蓮選手がお世話になっていた、ベラトールバンタム級チャンピオンのセルジオ・ペティス選手に、はい、親切にね、教えた方たちがおりまして、動画を送ったんですね。ハードトレーニングとコメントを添えまして、すると、セルジオ・ペティス選手、それに対して、 レンンははギャングスター爆笑絵文字といております、はい、でまだこのあとあるんですが「日本のテレビは盛り上げ方を知っている」とあとですね笑って泣いてもう涙が出ているところの絵文字と「レンはクールなお尻の男で素晴らしいファイター」あ レンはスターになりつつあるとも投稿しておりまして平本レン選手はそれらを引用りツイートしてお前らセルジオにチクるのやめろと投稿しておりますはいこれかつて一緒に練習した仲間が母国に戻ってですね <laughs> その友達のこんな画像が送られてきたらもう爆笑せざるを得ませんよね絶対めちゃめちゃ笑ったと思いますよ はい。ということで、私も明日早いので、もう寝ます。ストラッサー、キ一チ選手と、西川山本選手の、今後の成り行き、本当に楽しみにしております。そしてですね、私と全裸トレーニングしてくれる方も募集、随時しておりますので、よろしくお願いします。夜は口笛よくないよね。ムハハハハハハ